韓国の国家鉄道公団が15日、光復設77周年特集コンテンツに太極旗と無軍旗と共に、日本の新幹線の写真を使用して物議を醸している。国家鉄道公団はこの日 SNS に8月15日は1945年に我が国が日本帝国から独立した日であると同時に、1948年に大韓民国政府が樹立された意味深い日です。今日は光復設を迎え、略奪の手段から近代化の象徴となった鉄道の話をしたいと思いますとする文章をアップロードした。この文章の背景に太極旗と無軍旗、そしてある列車が合成されたイメージを使用している。しかし、この列車が日本の藤山を背景にした新幹線だという指摘が相次いだ。国家鉄道公団は問題になったコンテンツを削除し、16日午前0時頃に謝罪文を掲載した。国家鉄道公団は2022年8月15日、国家鉄道公団のソーシャルメディアチャンネルに公開した 8.15 光復設特集のコンテンツに不適切なイメージが使われた事実があるとして、高いプライドを持って鉄道文化を作る責任がある機関において、不適切な写真を使用して国家鉄道公団の SNS を利用される方々に大変不快な思いをさせた点、弁解の余地がありませんと掲載した。続けてまた、イメージ修正作業が遅れたことに対しても心より頭を下げてお詫びを申し上げますとして、国家鉄道公団の SNS の利用にご不便をおかけし、改めて心よりお詫びを申し上げますと付け加えた。